今日はみんなにモテモテになる秘訣をお教えしたいと思います。モテモテになるには、異性にモテまくるにはね、本当にこれしかないという一択なんですよ。実は手が早いってことですね。手が早いって言うとあんまり良くないんですけど、あなたが思ってる異性、大好きな異性に告白をしてくださいってことなんですよ。簡単に言うと手が早いって言うとね、ちょっとあんまりいい言い方じゃないかもしれないけど、とにかくあなたが思ってる大好きな異性のことに告白をしてください。まず、やらない、その告白はできてないのがすごく多いんですよ。みんなを見てると。で、告白をして成功する確率は、そうですね、70% ぐらいって言われてます。あ、ごめん、逆。失敗する確率が 70%。受け入れてくれる確率が 30% ぐらい。って言われてます。ただ、ね。一人に告白しろ、それだけにしろなんて私言ってないんですね。三人やってみてください。三人ね。どうしても彼女が欲しい高校生諸君、中学生諸君、まず好きな女の子に心を込めてちゃんとアタックしてみてください。三人まで、三人いると確率が単純にかなり高くなると思います。三人アタックして本当に約束